よろしくお願いします。さあ、今日も楽しく学習していきましょう。ということで質問です。高原さんですね、細胞がどういった働きをしているかなどなど基本的なところから覚えたいのですが、どういった方法が覚えられますか？ということで、今日は生理学ですね。生理学の、基礎となるところをやっていきますので、よろしくお願いします。はい。では。はい。基礎ですね。よいしょ。はい。生理学の基礎なんですけども、今日のポイントとしては1番目、核か核以外か。2つ目、名称と役割はセット。3つ目、別の考え方ができるとベストっていうのでいきます。まあ1番と2番がね、メインだと思ってください。はい。ということでですね、順番にいきましょう。はい。細胞の構成と機能、まあ機能ね、働きとも言ったりするんですけども、生理学は基本的に、働きを覚える学問だと思ってください。構造とかを覚えるのは基本的には解剖学でやりますので、生理学は機能かなっていうので覚えてくださいね。で、ここから順番に。細胞の中のエリアは核か核以外かの2つだけです。で、核以外のところは細胞質と言いまして、教科書上はですね、核膜、核質で核っていう大体3つに分けるんですけど、になるとですね、細胞質自体は核膜っていうのがあるんですけど、核自体は核膜と核質っていうのがあるので、あれがね、ちょっと教科書を少し混乱するかもしれません。教科書。直してもらえたら嬉しいなと思ってます。はい。で、下がですね、順番に行きましょう。はい。核以外のエリアは細胞質って言いますけども、細胞質を包んでいるものと、その中に入っているもの、これで全て分けてます。ので、包んでいるものは、ここにも書かれてるみたいに、細胞膜で包んでいます。で、細胞膜は、臨脂質というものと、あとは、タンパクで、構成されています。で、間のところが、コレステロールで詰めてます。ね。で、働きとしては、半透性というのと、選択的透過性っていうのがあります。でもね、言葉難しいかもしれませんが、後々出てきます。半透性っていうのは、浸透とかですね、水を引きつける力とかっていうところで出てきますし、選択的透過性っていうのは、選択しているので、イオンチャネルとかね、いう言葉で出てくるんですけど、まあ、1年生の間はいいと思います。後々ね、神経とかに習ったら出てきますので、まあ、置いといて。はい。で、入っているもの、これがね、ここら辺はメインになってくるんですけど、細胞、小器官ってやつですね。ミトコンドリアとかね、いろいろありますけど、これです。で、ここをね、頑張って覚えてくださいね。ミトコンドリア ATP。リソソーム、加水分解酵素。あとは物質の分解みたいな感じで、これがセットです。セットです。あのね、特徴を、まあ、あだ名つけるみたいな感じです。ミトコンドリア ATP みたいな感じです。なので、それがセットになって覚えてること。そうですね。誰々くんはメガネかけてるとか、誰々さん髪が長いね、みたいな感じの特徴を捉えることが大事です。が、全部でね、ここに書かれているので6つありますので、この6つはね、必ずセットで覚えてくださいね。タンパク質合成って言われたら何？タンパク質濃性、濃縮って言われたら何ですか？みたいなね、感じの必ずセットで覚えることです。で、その次ですね。今は核以外のところでやったので、今度核自体です。ちょっと下におりますね。核自体は包んでいるものは当然核膜と言われるものです。正確にはちょっと違うんですけど、構造は基本的に二重膜です。外側とね、内側とが構造違うんですけど、そこまではね、生理学の教科書にもそこまで書いてないので、いいと思います。ただ単に、核膜っていうのがあって、核膜のところに、こいつです。核膜孔っていうのがありますよ。これはね、特徴です。
で、角膜孔ですね、ここのプリントには詳しく書いてないんですけども、DNA は通り抜けれないんですけども、RNA は通り抜けれますよ。ここの穴ですね。この穴。DNA は通れないんですけど、RNA は通れますよ。なので、遺伝子情報を DNA から RNA で転写して運んでとかですね。メッセンジャー RNA で転写して。トランスファー RNA で、運んで。リボソーム RNA っていうので、タンパク質合成してみたいな感じでね、出てきます。リボソームね、ここにも出てきてますよね。リボソーム、タンパク質を合成するのに使えますよっていうやつです。はい。わかんなかったらね、また別のところで質問していただけたら解説しようかなと思います。で、入っているものは何ですかっていうのは細胞小体っていうのと、あとは細胞じゃなくて、染色質ですね。ここに書いてますけども、RNA と DNA、それぞれね、入ってますよって。で、染色体ですけども、23対あります。人はね、23対ありまして、上染色体が、22。で、正染色体が、まあ、5つあるんですけども、それぞれね、全部合わせて23対合計46本ありますよ。これね、対なのか本なのかっていうのもね、きっちり覚えておくようにしてくださいね。で、次が DNA ですね。最後ですけども、遺伝情報ですね。まあ遺伝子ですけども、遺伝情報を持ってまして、体、細胞の設計図が DNA です。で、DNA はよく出てくるのは RNA との違いです。RNA との違いですね。デオキシリボ核酸っていうのがリボ核酸っていうので、名前もまあまあ違うんですけども、塩基が違うのがね、特徴ですね。ここにも書かれてますけども、RNA の場合は、DNA と違って、チミンじゃなくてウラシルになりますよ。あとはね、DNA 二重らせんなんですけども、RNA はね、一重とかっていうのがあります。ね。はい。というわけで、今日はね、こんな感じなんですけど、ここにね、箱があると思うんですけど、こいつ、よく出るよって言いましたけど、これ。はい。ということで、線をね、結んでください、これね。よく見てくださいね。はい。ミトコンドリアどことくっつくんですかとかね、リソソームどことくっつくんですかみたいなのね、斜線を。こんな感じでね、引くようにしてください。はい。一箇所ね、ちゃんと読んでね、ちゃんと読んでくるんでね。はい。いいかな？できました？いいですか？はい。じゃあ行きますよ。はい。よいしょ。はい。こんな感じです。はい。リソソームが下垂分解とかね。活面が、グリコーゲン合成とかって書いてあるんですけど、ミトコンドリアちょっと点点点になってますよね。点点点点ってなってあるんですけど、なんで点点点なのっていうのは ATP の分解って書いてますよね。これ、さっきね、書いてますけど、これ合成なので、これね、よく読んでくださいね。ATP、一番初めはですね、さっき言ったみたいに、ポイントとなるのは、名称と役割でセットで覚えるんですけど、ATP とミトコンドリアとかで覚えるんですけど、意外にですね、ATP の合成っていうのを、忘れてしまう人がいます。ATP だけ頭に残っちゃうんで、なんできっちりね、後ろの方まで覚えるっていうのが一個です。で、余力があればね、別の考え方ができるとベストっていうふうに書いてあるんですけど、例えばですね、さっきのリボソームとかっていうのがあったと思うんですけど、リボソームなんですけども、これタンパク質の合成をしてますよ。っていうのになってます。で、ソメン小胞体のところにリボソームがあるっていうふうに書いてあるので、リボソーム自体もタンパク質を合成するんですよね。で、タンパク質を合成するっていうふうに書いてあるので、こいつ。RNA って働きでさっき言ったみたいに、リボソーム RNA っていう風にあるので、RNA もタンパク質合成に関与しますよ。みたいなね、別の発想ができるといいかなと思いますけど、そこら辺はね、後々で結構だと思うんで、まずこの
つなぎ合わせをね、確実にするようにしてください。はい、ということで、今日はこんなもんでいきましょうかね。はい、ということで、また次回いきましょう。はい、またね、バイバイ。